疲れ様です。疲れたところで栄養補給、スタミナ補給、西成の超美味しい焼肉店、前から知ってますけども、行ったことありますけども、動画初潜入、私はね、みんなは言ってる、私は初潜入、そこに今から向かいたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。そしてそしていろんなものがある、こちらです。どうぞ。飛び田新地を出てまっすぐ向かうと、右手にファミリーマート、そして左手に骨継ぎ、ここをまっすぐ進みますと、なんとあの有名なお店があります。映らないので私こっちから行きます。ボクシング東洋チャンプ居酒屋命をかけるゆたまるさんの焼肉店です。ここがめっちゃうまい。ここで今日は動画を撮りたいと思います。ゆたまるさんいるかな。これケニチさんとのセンベロセット、ドリンク焼き物盛り合わせ日替わり1品で1000円、ニンニクバター塩タン、これ美味しいやつ、すごい。今日これ食べようかな。こんな感じでいただきたいと思います。どうか、これめっちゃ豪華。これセンベロセットのお肉ってセンベロのこのお肉って今日何と何と何、はい、これ何ですか中身、ハラミとホルモン、トリモモ、はい、でこれがこれ突き出しです。突き出しです。はい。もう日替わりの一品で。キャベツ？キャベツと豚肉の和え物。へえ、はい。美味しそう。なんかタレも特別っぽい。そうです。タレも完全特別です。ねえ。はい。特製ダレです。これでいただきたいと思います。ありがとうございます。いただきます。ではまずは乾杯から。ちなみにどっちのラーメン？煮干しの方ですか。センベロセット来たので、ご飯たらじゅう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 焼いてきました。焼いてまいりました。美味しそう。焼けてる、多分焼けてる、多分あんまり焼いたら美味しくないからね。炭火焼きですよ、これ。炭火っていうか、これ七輪、これを特製のタレにつけていただきたいと思います。まずは辛み、赤いけどもうちょっと焼けば、こっちにしよう。辛み、これ特製ダレ、いただきます。1000円、すんじゃない、これで1000円、これ。そしてこれ、お肉最高級、温泉卵、温泉卵、
そしてこれがライス、混ぜ混ぜライス、そしてビールのお供にチップス、これをまずいただきたいと思います。こんな感じ、こんな感じでね。では今から焼肉いただきたいと思います。実は私おとついも焼肉、そして昨日も焼肉、そして今日も肉を食らっています。農場です。豚さんのところの美味しい焼肉、柔らか、超美味しい。おとついも食べた、昨日も食べた、そして今日も食べてる。このせんべろセットの肉がやっぱり最強に美味しいです。焦げそうなので、私こんな感じ横に揺らしております。焦げたらあかんのでこんな感じずらします。そして、別に上手なんやっけ、トリュフとハラミと、トリュフとハラミと、忘れたけど美味しい。このタレほんまにちょっと独特、自家製、どっかのつなぎぐらいのね、酢が入ってる、酢が入ってさっぱりしてる、レモンじゃないんだけど、そうなんだ、美味しい。てっちゃんみたいな、いやー、ダサンキョー、ここの店長のチャンピオンの歌丸さんはただいまジムのトレーニングに行ってるそうで、もう少ししたら帰ってくるそうなので、またね、マスターも飛びたいと思います。これにせんはとっても安いと思う。タレもさっぱりしてるんですけど、キャベツでさらにさっぱりの味付けなので、いくらでも食べれる料理の設定になってます。撮影してますよ。あ、撮影してるんですか。帰ってきました、ユタさん帰ってきました。ジム行ってたよって今言ってたとこなんですよ。お疲れ様です。今からお仕事ですか。はい、わかりました。今せんべろセット、ケニシさんの食してました。あ、食べてたんですか。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。マスターも来たところで最後のお肉を食べたいと思います。ね、頑張ってるよね、チャンピオン。チャンピオンだ、ほんまに。この人がやってるお店。素晴らしい。なかなかできへんと思うよ。人柄もすごく美味しい。キャベツも美味しいし。ぜひ皆さん。小北新地へお越しの際には、西成へお越しの際にはぜひここチャンピオンの店に来てくださいね。これね、役所もまあ仲直りのあれで、これが歌丸さんとこの名物のパンバター。俺がやるときはもうここに海が回ってるぐらい、めっちゃ美味しいね。もうそれはちょっと上がるでしょ。ちょっとなんかボケたけどぼやけた。キラ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 。これめっちゃ美味しい。いただきます。こちら本当は4枚でやればできてるけど、あーちゃんに見た、あんたお母さんやね。800円。
で食べれます。すっごいこう、ふわふわしてます。これはサービスしていただきます。お客さんが、おー、大事なに来るから。美味しいんだ、これ。うまい。うまいかん。何でもしてんのまあまあ。多分乗せないな。あ、このこれ乗せない。そのまま行ってください。そのまま食べんの？はい、これはね、このままね、いや、このまま貸してください。ここ乗せる？はい、このまま。ああ、そうかそうか。そうや、私食べ前なんか食べたことあるけど忘れてる。そうそう、ここでつけて食べる。つけて食べる。これを食べたいと思います。これが超美味しい。ここにね。つけて、はい、見ちゃって。